はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。信長の野望創造戦国立志伝、織田信忠、ね、でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、家康に尾張領を侵攻を許し、朝廷に泣きついて家康とは停戦を結んだ状態で、この状態でですね、独立していった武将たちのいくつかを併合したんですが、その間にですね、今度は北条勢がこちら木曽福島城に向かって進軍中という状態になってます。なので今度はね、この木曽福島城を、北条勢から守る、かつ最悪ですね、木曽福島を失陥した場合にはこの内気城で、迎え撃たねばならないというね、かなり厳しい戦いがまた始まります。それと同時に家康との停戦もいずれ解けてきますので、まずはですね、今ここで滝川増重隊と戦闘中、さらにこの浅野長政と交戦中なので、この2家を早々に平らげて、早急にですね、まずはこの木曽福島の救援、さらにはこちらの方では金森長近、さらにそれを支援している上杉勢との決戦も控えているという状況です。で、庭流し、これがね結構邪魔くさいんですよ。なので、ね、この庭流しも早々になんとかね、屈服させれれば山陰と北陸を結ぶね、この道が開けてくるかなというふうに思ってます。では早速プレイの方を続けていきましょう。まずはなんといってもここを力攻めで強引に落としていきましょう。行くぞ、我らが攻め、超えてみせん、これが我が魂、我が覚悟、一刻を争いますからね。はっ、とにもかくにもこの小次郎たちをね、早々に平らげて、北条勢、敵が我が領内に向かっております。さらには家康、敵上杉突破しました。この辺りとこれで決まりだ、戦うために戦力を集中していく必要がありますからね。まあ、特に注意しなきゃいけないのがやっぱり北条、上杉、家康で、西の毛利に関してはもちろん注意は必要なんですけど、まだね遠い、かつ秀吉がなんとか食い止めてくれている。で、秀吉が仮にやられたとしても、まだね、信長じゃない、信忠、織田の本領には遠いというところですからね。今まさに危機にさらされている徳川、上杉、交渉に比べると危機はね、まだ迫ってない感じがするので、まずはこの大国3つといかに渡り合っていくかというところですね。とはいえ今見ていると長船城の方に敵の大軍が迫っているので、秀吉がどこまで、ね、耐えてくれるかというところですね。さあ、ここは城門を溶かしていきましょう。敵城門突破しました。お任せください。決める、見くびられては困りますね。これで城を落としたので、また一つ城を平らげることができたと。これで決まりです。敵将捕らえました。にゃー、厳しいね。ここは宇治政が1000、北条綱成が7600、これが厳しいですね。で、清水が、ここは木曽福島はどうだろう、放棄するのも考えた方がいい気はするけど、援軍が間に合うかどうかですよね。
まあ、一応信忠を木曽福島まで派遣しましょう。さらに坂田くん、顔が童顔の坂田くんも派遣していきましょう。承知いたしました。踊るぞ。騎乗する。騎乗する。で西はどうなってるかっていうと、ここ長船室津厳しいね。本当に厳しい。秀吉自ら救援に向かってどうなるかだな。長船ももう軍勢の数がいないね。いざ参ろう。大内義興5500、明石照澄1700、今救援に行ける部隊がいないですからね。西の方には犬山から1600、この1600の方が先に木曽福島に到着できそうだな。この島峰の久喜家も邪魔だよな。久喜義隆拠点2つ持ってるのか。ここは落としたいね、島峰は。ただ今はこっちの方が重要かな。ここはもう海戦で一気に型をつけていきましょう。行くぞ。攻め口はね、一つにした方がいいですからね。お任せください。承知いたしました。押し返されないでほしいよね。ここは押し返されるの。この城城門を破ってくれ。承知いたしました。ただここの城門硬いな。非常に城門が硬い。撤退せざるを得ないかな。今浜城は硬いですね、城門が。承知いたしました。ここは引きます。長政はどうにもならないかな。ご命令ください。しかも今城を囲まれてる音がするな。いやー、ここもったいないね。もうちょっとで落とせるんだけどな。ちょっと帰り先にちょっと落としてくみたいなノリで落としてってほしいんだけどな。承知いたしました。出陣します。で、こっちまあ厳しいね。囲まれてるね。長宗我部元親3000か。秀吉も行くので長宗我部は退けられそうかな。でこっちだよね、一番厳しいの。
戦お見せしましょう。信忠が間に合ってくれればって感じかな。あとは浅野長政を倒すための軍勢がどんだけ揃うかだな。かしこまりました。今長政を倒しておけばだいぶ楽になるじゃないかなと期待してるんですけどね。長島城には安土からじゃあ人を入れていきましょう。で当然ですが修復、大垣は結構ダメージ受けてるね。で、苗木城に関しては本当に木曽福島が失陥した時大ピンチに陥るので、木曽福島城、苗木城はやっておきたいけどダメか、中断中になってるね。今鉄砲中間を、今は人がいないって感じかな。朝廷工作はどうなってる。44か、まだ6ヶ月かかる。なるほど。あとは交渉だな。敵視してるところだけばっかりだな。上杉とはどうにもならないか、北条もどうにもならないね。毛利とも断絶ね。いやーどうにもならないね。どうにもならない。もう敵しかいない感じになってますね、周りは。そしたら覚悟を決めて戦っていきますか。まずは浅野長政ですね。どこが囲まれた。ここか。行きます。我らに撃てぬ敵はありません。ここで敵が来る。待って、もう今攻められても厳しいよ。拠点情報でいうと兵数が1000しかいないのか。で馬、鉄、鉄砲とかはない。いやーでもここはどうしても渡せないけど、援軍が出せるかっていうと出せないね。北の将から出すしかないね。なあまずいな。衣笠家より使者、衣笠が侵入したい。もちろん OK だよ。新水宗春対5600は三井市場。衣笠さんはどこにいるの。心中したいって言ってくれてるけど、ここか。いやありがたいね、衣笠が心中してくれるっていうのは。武将一しかいないとは言いつつ、で危ないのが長船。危ないね。三井市危ない。秀吉こらえられないかな、これは。三井市場かな、どうだろう。防衛ラインを三井市場に下げる？しかないのかな。弓木から。いざ行く備え。弓木からなんとか三井市に入れないかな。
いやー、西の方は全部ハリマはちょっと守りきれないな、この感じだと。となるとやっぱり一刻も早く浅野長政と丹羽長重、この隊を取り込む必要があるね。我が大野城包囲されました。敵が我が領内に向かっております。堀ちゃんも出しましょう。出陣する。でここはもう合戦に及んで今浜を取り上げましょう。行くぞ。かかれ。退却せよ。まあここはもうね、ほっといても蹴りはつくと思うので、どちらかっていうと確実に早く城を落としたいっていうための城攻めになります。でこの後の戦略をね、今ご覧いただいている中でお話しておくと、敵に城を奪われました。どこの城を奪われたの、どこの城を奪われたんだろうな。いざ前へ。まあおそらく長船城だと思うんですよね。木曽福島はまだ抑えられてないと思うので、いやーでも厳しいね。こんな日もある。始めろ。どこを抑えられたのかちょっと見ましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。だは、おさ船が長宗我部の手に落ちたか。まあある意味覚悟はしてましたが、しょうがないですね。で、こっちの方はまだ頑張ってるね。頑張ってる。よし、このまま頑張ってもらいましょう。信忠が到着したってのが大きいね。で、五詰めで坂田君も入っていくので、まあ大丈夫でしょう。となると、ここだな。絶対に失冠しちゃいけないのが木曽福島と三井氏。ここはねどうしても失冠できないんで頑張りましょう。で贈り物を送ってなんとか外交関係が改善できるところってどっかあるんだろうか。上杉と北条とかは無理なんだよね。で長宗我部毛利もダメだ。となるとやっぱり贈り物でどうにかなる相手ではないですね。すでにそういうフェーズではない。となると厳しいけど今の戦いでなんとか敵を撃破していくしかないかな。我らに撃てぬ敵はありません。我らに撃てぬ敵はありません。長馬を落としたら騎乗します。騎乗する。青木をどっかに向かわせないとまずいかっていうと、曽山城も落ちたら困るからね。騎乗する。あと軍勢が余ってるところでいうと音羽城に多少の軍勢が余ってるか。ここ邪魔だよね。島見ね、本当に邪魔。お任せください。城へ戻る。むしろ今島見ね落とした方がいいな。お任せください。出陣するぞ。ちょっとこの木曽福島城に関しては信忠にこらえてもらいましょう。まずいね、西が本当にまずい。三井市場がこらえられない可能性が出てきてるな。で秀吉が食われる可能性がありますね。このままいくともう軍勢が出せないな。本当に数がない。
杉原くんを室津に派遣するけど、どうなんだろうな。三井氏にさらに敵の援軍か。ちょっと西はもう放棄しましょう。方が捕獲されました。捕獲されたか。敵が我が領内に向かっております。で、はあ、室津城はもう無理だな。よし、こうなったら撤退戦へと変えていきましょう。もうね、福島正則とかこういう優秀な武将を敵に取られるわけにはいかないので、この衣笠の城まで引きましょう。一旦。承知いたしました。秀吉も含めて。出るとするか。衣笠の城をね、最終防衛ラインとして、衣笠の領地まで引きましょう。で、その間にこの久喜家のこの飛び地みたいなところをね、撃破していきましょうか。我が策で勝利をつかみます。岐阜とかも全然まとまった兵力がないな。どこも出兵が続いてるんで、ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。衣笠までなんとか兵を引きましょう。秀吉が逃げ切れるかどうかだな。もうハリマは放棄して、いやー厳しい戦いが続くな。毛利が10万超えか。織田は8万、北条は10万、徳川も6万、上杉も6万、5万4000か。ちょっと厳しい戦いが続きますが、まずはこのね、島峰、鳥峰かな、鳥峰城を抑えましょう。ここを抑えられれば、まあある程度尾張美濃は安定して自分たちの領地としてね、防衛しやすくなりますからね。今だとこういう城が敵に落ちてるってなるとね、身動きが取りづらい、かつ何かにつけて歯向かってくるっていうことになるんで、回収はしっかりやっていきたいけど、どうなんだろう。今で言うと土木がちょっと足りないのか。なるほど。では名古屋城とかに関しては少しずつ規模を拡大していきましょう。でこれで土木がなくなるんだよね。我が方の城、いい、もうハリマは放棄だ。我が領内に敵が迫っております。ハリマは放棄。味方が捕獲されました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。出陣するぞ。で木曽福島の方はというと、意外と敵の小詰めがガシガシ来てるな。これはこらえきれないね。戻ります。福島の方にも戦力をもう徹底
定的に北条が集中させてきてる感じがしますね。2ヶ月でいい、2ヶ月出兵しない期間があれば戦力の回復ができるんですけどね。どうしよう、ちょっと今機内でこの山崎家って兵数8000いるんだよね。ここと交渉していこう。従属してくれないかな。え、なになになに、今みたいな感じで従属可能。ちょっとだとしたらちょっと全部この辺り従属させたいな。一旦従属させたい。山内家とか従属してくんないかな。ちょっとこれ様子見しましょう。ダメ元でもし従属してくれたらすごい嬉しい。見くびられては困りますね。よし、落としたね。止まれ。よしよしよし、従属してくれたぞ。従属してくれてるところが増えてきてる。ってことはちょっと方針を一回転換しましょう。従属させましょう。で、何が言いたいかっていうと、このハリマを放棄するっていうのを一回方針を転換しましょう。で、この機内一帯にいる竹に関しては全て従属の使者を送っていきます。で、戦力を北条と徳川上杉に集中させましょう。庭長重とかこの辺りももう従属させて、なんとか事件に取り込んでいく。ちょっとそういう方針に転換をしていきたいと思います。というところでちょっとね、今道が見えてきた気がするので、ちょっとね、次回そのあたりしっかり外交をやりながらプレイの方を進めていければいいかなと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございます。またお気づきの点とかね、アドバイスがあれば、チャンネルのコメント欄もしくはツイッター等々で教えていただければ、確認させていただいて、プレイの方にできるだけ反映して頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。